ええー、ね。いいです。今のは仕上げ引きですね。はい。何枚入っているんですか？20枚です。20枚。厚みで言うと 0.38。で、これで最終ということですね。はい、これで全部いきます、はい、で、まあ、なんか透明にここの中へ、じゃあ、うん、はい、ありがとう、はい、いいですか。はい、じゃあいよいよ最後の仕上げ引きということですね、はい、おすいません、すごく綺麗な皮です。皮じゃなくて、すごく綺麗に、ね、引いた後のというかものです。引いたのも見せてください。よく見ると竹の筋、繊維ですね、それが最初から最後までスーッと綺麗に揃って、厚みが揃っているということがよくわかります。これまだ濡れた状態ですが、乾くともっともっと綺麗に見えます。だから割れとるやつはないね。そうですね、うん、割れすごい少なかったです、うん、割れはないね。これで竹の質が悪いとか割れが出てくるっていうのはどの時点で一番多いんですか？あ、割れのあるやつはまあどこまでは出てくるよ。粗挽きの最後からね、はい、まあ、2番引きだったら必ず出てくるね、はい、粗挽きの2回目にドーッと出るわ。
もうそれは竹の質が悪いっていうこと。悪いやつはね、はい。金くずで見とだからね。あ、はいはい。ここでベッド。あ、そうか、この削れたカンナくずに、そうだ、ね、ひびが入っていると割れてるっていうことなんですね。そう、途中でも分かるもんね、それは、はい、最初のカンナくずと全然違いますね。まあ、今度はちょっと薄いもんね、うんうん、綺麗ですよね。一日やっとると、はい、で、はい、手が下がってくる、はい、癖があるもんだよ、はい、最後が集まって、はい、引く角度で厚みが変わるんですね。こう前へ来へん、あ、はいはい、うん、あとこんだけたくさん竹引いてると竹の、あの良し悪しっていうか質みたいなの分かって、あの悪いのはその都度捨てたりするんですか。それを捨てないかんだけど、なかなか入れちゃうもんだ。はい、もったいないです、捨てれんだけど、はい、時々あれなんですね、20枚引いたら。そう、くるっとると嫌だもんな、はい、くるってない、素晴らしい、うん、だ、上等上等、広げて見せてください。あ、そうか。うん、で、はい、65枚に加入してもらおうか。はい。これですね、20枚です。65万円に完了して。